ねえ。トゲトゲで足で踏むカメ。あ、カメの正体が分かったよ、ルカ。エクササイズ用のバランスエアパッドじゃない？あ、緑色だから本当にカメみたいに見えるね。そうね。ありがとう、カイトさん。だけど、雫たちと並んだ時に悪目立ちしないかしら。そうだ。なるほど。今練習してる曲、ダンスを揃えた方が見栄えがいいから、そこばっかり意識してたけど。確かに、ファンのことを考えたら、ソロパートではしっかり個性を出した方がいいわね。ねえ、そうね。相談に乗ってくれてありがとう、カイトさん。すっごく参考になったわ。あはは。あら？レン君、どうかしたの？はあ、そうだったの。それは困ったわね。あ、私でよければ力になれるかもしれないわ。ちょうどメイちゃんと同じくらいの身長だから。もちろん協力するわね。え、何？でも、どんなやつ？わかった。見かけたら拾っておく。あら。ルカもそういうこと考えるんだね。そうね。ミクたちとやってたのを見せてもらったけど、レン、考えてることがすぐ顔に出ちゃうタイプみたいだね。ルカみたいにジョーカーを引いても動じないようにするとか、リンみたいに迷わず勝負するとかできたら勝てるようになるかも。え？そういう考え方はしたことなかったな。ゲームだし、そういう駆け引きも楽しむポイントの一つだから。得意ではないかな。でもババ抜きに勝てるようにするくらいなら手伝えそう。